はい、こんにちは、渋谷オンラインでございます。今回は、ストライムの、ビッグスカイ、さまざまな、リバーブサウンドが収録されておりますエフェクターのご紹介です。現在ですね、完全に数量限定にはなるんですけれども、こちらのビッグスカイに、こちらですね、ホットトーンのソウルプレス、こちらがエクスプレッションペダルとワウペダルとボリュームペダル、この3つの機能が1つにまとまったっていう、でしかもすごくコンパクトというペダルが、つくというキャンペーンが行われておりますので、せっかくの機会ですので、こちらの、エクスプレッションペダルを、使って、ビッグスカイコントロールしてみようと。で、そのセッティングの仕方などですね、ちょっとご紹介してみようかなという、動画でございます。で、ですね、今冒頭のサウンドですね、こちらが、サウンドのタイプ自体がクラウドというタイプのサウンドです。こちらもアンプに直結して、アンプの方はクリーンのトーンになってますね。すごく透明感と奥行き感のあるサウンドなんですけれども、こちらをですね、いろんなパラメーターをエクスプレッションペダルにアサインしてコントロールすることができますんで、どういった形でやっていくかというところを紹介していきたいと思います。まずですね、この、バリューノブですね、こちらを一回押すと、各エフェクトごとの設定等が行える画面に入るんですけれども、そこでバリューノブ回していくと、まずですね、こちら EP、 ちょっと画面だと見づらいかもしれないですけれども、 EP という表示があって、こちらがエクスプレッションの、オンオフですね、設定できます。で、このバリュースイッチ、ノブスイッチになってますので、1回押すと、1個下の階層になって、パラメータを動かすことができます。今オフになっていますので、これをオンにします。でもう一回押すと、画面 EP 表示が戻ります。もうこれで、設定自体は終了です。で、こちらが、ビッグスカイの場合は通常このエクスプレッションのスイッチがオフになっていますので、これを、オンにするだけでも、そのプリセット固有の値が変更されるような形になりますので、一回ちょっとそれを動かしてみようかなと思います。今ちょっとペダルだけ動かして数値がちょっと動いてるんですけど、そこでちょっとサウンド聞いてみようと思います。では、かかと側まで倒した状態から、つま先側に動かす感じでサウンドちょっと出してますね。リバーブのエフェクト音の、広がり方というか、リバーブ音自体のディレイといったらいいんですかね、そのあたりがこのエクスプレッションペダルで今コントロールできるようになりました。これだけでも結構いろいろと使える、曲の中によってかかり具合変えたりとかっていったことも可能になりますんで、リバーブのかかる量自体は一緒なんですけれども、リバーブがかかった後の音の広がり方ですね、ここが変わってくるので、結構面白い使い方ができると思います。で、面白いのがここからで、このビッグスカイ、ビッグスカイに限らずストライモンの、メビウスだったりですとかタイムライン、なんかのエフェクターもこのエクスプレッションペダルにそれぞれのコントロールの動作を割り当てることができるんですけど、要はこのパラメータをいっぺんにコントロールすることができます。で、そのやり方なんですけれども、先ほどの操作と同じような感じでバリューノブを1回押してもらって、EP ですね、これの次にEP セットというのがあります。ここで、パラメータの調整を行います。バリボタン1回押すと、
トウとヒールですね。ヒールがまずこのかかと側に踏み込んでいる、状態の、パラメーターで、トウがこのつま先側に全部踏み込んでしまっている状態の、パラメーターになっていますので、ここでそれぞれ、こちらがですね、失礼しました、これがちょっとコントロールしてますね。エフェクトがオンの状態で、このパラメーターをいじってあげることで、それぞれ、ヒールとトウのところで、パラメーターを個別で設定して、組み合わせることができます。では、こちらがですね、まず、いろんな組み合わせ方ができるんですけれども、じゃあちょっとミックス量が一番分かりやすいので、これをちょっとまあいじって、同じような形ですけどいじって、実際にどう変わるかっていうのを見てみたいと思います。ではまずヒールのところで、ミックス量をゼロに設定します。で次にトウ、ここで、ミックス量を最大にします。これで、ミックスコントロールだけを、この今選んでいるエフェクトで操作できるようになります。先ほどと違ってこのペダルを動かしてもこの数値が動かないようになっています。実際にここの、パラメータをいじったところに合わせて、この数値が動いたりするんですけれども、ミックス量の場合はそれが数値として出なくなりますので、設定を変えるとビッグスカイのエフェクト自体の動きもちょっと変わってきます。ではサウンド出してみましょう。ミックス下げている状態なので、少しかかってはいるんですけれども、かかりはかなり薄い状態です。上げていくと、ドライ音に対してエフェクト音の量がかなり増えていくので、かなり踏み込んだ状態だとエフェクティブなサウンドになります。ここで個別にですね、ミックス量をまた別に新たにコントロールしてあげることも当然できるんですけれども、そこでパラメータが変わると、LED の色が変わったりするので、いじったりするとそこがどういう変わってるっていうのはすぐに分かるので、モチュレーションの量なんかも変えたりできるので、じゃあ次は、いっぺんにいくつかのコントロールを変えてみましょう。じゃあまず、ヒール、ミックス量自体はまたゼロから増やしていくような感じでやっていきたいと思います。で、ではちょっとトーンを上げ気味にしてみましょうかね。そこからモチュレーションはちょっと下げ目にしましょうかと、踏み込んでいった時にミックス量が増えていって、でトーン下がって、モジュレーションをこうグッと上げるような、ちょっと極端なセッティングにしていますね。これでどういう風なサウンドになるかっていうのをちょっと見てみたいと思います。今、かかと側に踏み込んでる状態なので、もうミックスがほぼゼロの状態なので、かなりドライに近い音ですね。ここから、エクスプレッションを踏み込んでいって、それに合わせてミックス量と、モチュレーションのパラメータが上がって、トーンが下がっていくというような形になります。こういった形で、今踏み込んでいくに従ってエフェクトが強くかかっていって、モジュレーションも強くかかっていくんですけど、トーンが下がっていくので、全体のサウンドとしてはちょっとダークなサウンドになるっていうような変化ですね。はい、こ
ういう面白い使い方もできますので、まあ、このソルプレス以外にも、汎用性のあるエクスプレッションペダルであれば接続できるので、ビックスがお持ちの方はぜひ試してもらいたいのと、まだお持ちでない方はですね、今だと数量限定にはなりますけれども、このエクスプレッションペダルついてきますので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。